大変お待たせいたしました。この度はこちらの都合でこのような時間での対応となりまして恐縮です。また生徒会三役代行としてインタビューにつきましても、この理事長室においての面談となりましたこと、事前にご了承いただきましてどうもありがとうございます。はい、それでは自己紹介の方させていただきますね。百合ヶ丘女学院2年、畑まつりと申します。生徒総代オルトリンで代行としてガーデンの意思決定、学内の予算分配などに関わっております。これは本来のオルトリンデである山崎芽衣香様が怪我により戦線を離脱されることになったのに伴って、各クラスをまとめる球長連絡会議議長としてオルトリンデの執務の補佐をしておりました私が、訳あって代行を担当させていただいているという形です。所属レギオンはエール、隊長である私の名前から通称新死隊とも呼ばれていて、主に百合ヶ丘の国定守備範囲内における戦闘対応を行っています。普段は後衛で部隊を支えていますが、ここぞという時にはレアスキルのゼノンパラドキサを駆使して前衛でフィニッシュを決めていく戦い方も得意としています。まあそんなに緊張されなくても大丈夫ですよ。立場上オルトリンで代行とはいえ、一人のリリーであることに何も変わりはありませんから。あ、もしかして私の喋り方が硬すぎたせいかしら。ごめんなさい、普段の喋り方に戻すわね。え？普段の私自身についてね。立場があるからこそ普段から物腰は柔らかく、誰に対しても穏やかであろうと努めているわ。新死体の一年生の子たちに対しては特にそうありたいという気持ちが強いわね。もともと非常に個性的な面々が揃っているというか、突っ走りがちなところが多々あるのだけど、じっくりとその成長を見守りながら彼女たちの意思をなるべく尊重するよう心がけているわ。そうね、何のために戦うのか、それはリリーの数だけ答えがあるのだと思うわ。その個人の意思の尊重は自分自身に対しても同じことが言えるのかもしれないわね。ルームメイトについて？ええ、ご存知の通り白井ゆゆ、彼女がルームメイトよ。ゆゆは私と境遇が似ていたもので、なんとなく一緒にいる時間が増え自然にそうなったという感じね。ゆゆは大切な友人の一人だから、もし彼女が苦しんでいれば必ず助けるために動くと思うわ。オルトリンデ代行や新死体に関する様々なしがらみを置いてでも、ユユといえば彼女のシルトである一つ柳リリさんの訓練を見ることも最近は増えてきているの。あ、もちろん新死体の一年生たちをおろそかにしない範囲でね。リリさんも自分ではそう思っていないのでしょうけど、個性的で予想のつかないところがあの子たちとはよく似ていて、そうした善とあるリリーたちの未来を守ること、私の意志と願いはこのくらいシンプルなのかもしれないわね。そうね、最後に個人的な話も少ししましょうか。趣味は試作と、あと将棋なんだけど、最近はあまり指していなくて、学内で骨のある相手がなかなか見つからないのよね。もし他のリリーへのインタビューの過程で腕に覚えのあるリリーがいることが分かったら、私に紹介していただけると嬉しいわ。それでは本日はどうもありがとう。